Jump Force. やっぱりその作品ごとに世界観があってキャラクターがいて、やはりファンがいるというところ、やっぱりそこはすごく大切に、しなくてはいけないので、そこを、注意しながら、ただ全体に集合することでしか見せれないものっていうものも作らなきゃいけない。やっぱりその、バランスを取るのが、非常にすごく難しいと思います。今作ですが、週刊少年ジャンプという日本でいうすごい雑誌の50周年記念作品になります。やっぱり皆さんをびっくりさせる、皆さんに驚きを与える、コンセプトが何だろうっていうふうに考えた時に、これまで割と僕らはキャラクターゲームでその作品の、ゲームを作ってきたんですけども、それとは全く異なるアプローチのものっていう、コンセプトが良いんじゃないかっていうところで、今回の、現実世界というところとジャンプが融合しているというようなコンセプトにたどり着きました。通常の、これまで、クロスオーバー作品とやっぱり作品ごとの、クロスオーバーに、基本的にはフォーカスされていたと思います。例えばその今回舞台でニューヨークのステージとかも作ったりするんですけど、そこにはナルトの真珠が立っていたりとか、マッターホルンにはフリーザの宇宙船が落ちているというような形で、そのまさにその現実とジャンプの世界を融合する、クロスオーバーすることでしか見れない、本物っていうのを今回、用意をしているので、そこは他のクロスオーバー作品とはちょっと違うところじゃないかなと。この作品でやっぱり一番難しいなっていう部分は、やはり今まで漫画だったりアニメの表現だったものをじゃあ実際リアルに見せていくっていうところのアプローチを非常に難しくて、現時点でもまだまだ努力をしている。特に本作は例えば夜なら夜のライティング、夕方は夕方のライティングになったりするので、そういうライティングが変わってもきちんとキャラクターとして見え続けるっていうところを、非常に努力をしておりますし、特に顔のフェイシャルとかに関してはまだまだどんどんクオリティを上げていっていくと思います。まだ初出なので、じゃあこれとこれが出るっていうのは、詳細には、お伝えできないんですけども、大きなところで言うと3作品だけではないです。今回発表したものだけではないですっていうのはまずお伝えできない。もう一個あって、例えば今回発表してしばらく何もないっていうことではなくて、今後皆さんの熱量が冷めない形でどんどんこの作品が出るとか、このキャラクターを出るっていうアナウンス準備してますので、ぜひ楽しみにしてもらえると思います。 Unite to fight. Okay, that's all. ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you. Thank you.